はい、どうも、なぎです。というわけで、今回の動画は、みんなが選ぶシールドキャラについて解説ということで、以前 YouTube のコミュニティで募集した、一人シールドキャラを選ぶとしたら、というこちらのアンケートの回答を見ていきながら、各キャラの長所や短所について解説していきたいと思います。それではまずはアンケートの結果から見ていきましょう。ドドンと。今回アンケートで回答してもらったシールドキャラは、トーマ、ディオナ、ノエルの3人です。3人です。まずは一つだけ謝らせてください。さすがにこのメンツの中に深淵を入れるのはかわいそうでした。元のシールド耐久値も違いますし、個人的に深淵はどちらかというとシールド型よりも元素爆発に特化した火力型の方が主軸だと思っているので、はい、ちょっとね、今回のシールドキャラアンケートの中に火力系キャラの深淵は入れるべきではなかったです。深淵ファンの皆様、大変申し訳ございませんでした。はい、それでは気を取り直して、ディオナ、トーマ、ノエルのアンケート結果を見ていきながら、今回のアンケートに来たコメントも一部紹介していきたいと思います。ちなみに今回勝利は省きました。あの最強デバフ無敵防御爆力真空入れちゃうと、アンケート結果が勝利一色に染まりかねませんからね。はい、ということで、まずは最初は今回のアンケートで一番票の多かったディオナから、まさかの 66% という驚異の得票率で今回1位となりました。ディオナは元素スキルでお手軽に強力なシールドを貼りつつ、大霊の意味を持たせればそのシールドを疑似的にループすることができます。さらに元素爆発では単体とはいえ回復もできるので、シールド兼回復キャラという1キャラで2人分の役割をこなすことが可能です。しかもこのシールド兼回復キャラとして性能が優秀なのはもちろん、自身が氷元素キャラということで、氷元素アタッカーと組み合わせて氷の元素共鳴を発動させたり、水元素キャラと組み合わせて凍結させたりと、相性のいいキャラも多く、パーティー編成面でも非常に優秀なキャラとなっています。逆にディオナの大きな弱点として、シールドが強力な代わりに自身では火力がほとんど出せないっていう明確な短所があるんですが、先ほどの氷の元素共鳴や凍結の元素反応など、火力とは関係のないところで味方をサポートしたり、6突まで進めば条件付きとはいえ、味方の元素熟知プラス200という非常に強力なバフをかけることが可能です。ディオナを使うことで、高いシールド耐久値、回復できる元素爆発、強力な元素共鳴、敵の動きを封じる凍結の元素反応、そして6突の元素熟知バフと、様々な面で味方をサポートできるところがこのキャラの評価が高い大きな理由だと思います。それでは次はディオナに関するコメントについても見ていきましょう。回復とシールドの両立、氷元素共鳴、熟知バフで優秀なディオナ。あと移動速度上昇もありますね。あと氷元素粒子生成量も優秀。大霊適性も20丸。はい、ちょっとね、このコメントの流れが好きで、今回まとめて採用させていただきました。ではこちらのコメントにもある通り、ディオナって本当に色々できるんですよね。さっきの特徴解説では触れてませんでしたが、シールドを貼ってる最中はスタミナ消費軽減と移動速度上昇のバフがかかる上に、元素スキルのエネルギー生成量も多いので、元素エネルギー生成要因としても優秀です。本当に、ね、このキャラはディオナ自身で火力が出せないという弱点以外はほとんど完璧なキャラだと思ってます。僕自身未だに新強羅戦でバリバリレギュラーしている超優秀なシールド要因です。ということで、以上ディオナについての解説でした。それでは次はノエルについて見ていきましょう。ノエルは今回のアンケートでは全体の 15% とそこまで票が集まったわけではないんですが、次のバージョン 2.3 アップデートで今よりも評価が爆伸びするキャラの一人だと思ってます。そもそものノエルの特徴として、このキャラは元素スキルでシールドを貼りながら元素爆発で広範囲に攻撃しつつパーティー全体を回復できるというディオナとは少し違ったベクトルで1人2役3役といろいろなことができる万能キャラとなっています。いわばシールド兼ヒーラー兼アタッカーみたいな感じですね。そしてバージョン 2.3 になると、さらに追加でノエルと相性のいい新生物、火間無性系外域の登場です。この生物のおかげで今までの剣闘士や逆飛びとほぼ同じ火力を出しながら、防御ゾーンとなっているシールド耐久値、そして回復量の強化と火力シールド回復、この3つの両立が今までより簡単になりました。とはいえ火力面が直接強くなるわけではないので、もちろんサブステータス次第では今まで通り剣闘士や逆飛びでも大丈夫です。さらにそれに加えてバージョン 2.3 後半では新キャラ新たキットとゴローが実装されるので、この2人が実装されれば岩元素パーティーが今よりもさらに組みやすくなるでしょう。特にゴローはパーティーに岩元素キャラが多ければ多いほどバフが強くなるという情報がすでに発表されているので、新たキノエル、ゴロー、アルベドみたいな新たキとノエルのダブルアタッカー編成も強いと思います。そしてノエルの大きな長所というか、岩元素キャラのシールドの特徴として、全元素に対する耐性がプラス 150%、まあ、実質シールド耐久値が 1.5 倍になるという効果もあります。これに加えてノエルには固有テンプで HP が3割を切ったら自動でシールドを貼ってくれる、いざって時の保険みたいなシールド効果もあります。これはノエルに
限らずどのキャラを使っていても発動するので、かなり便利なノエルの大きな強みの一つです。だし一つノエルを使う際の注意点として、このキャラのシールドはディオナやトーマと違ってシールド能力が切れた後のクールタイムが長いという明確な弱点もあります。防火時間が12秒、クールタイム24秒とシールドが切れてから12秒間はシールドの貼り直しができないので気をつけておきましょう。とはいえ岩元素キャラにはもともと元素反応でシールドを貼れる結晶効果もありますし、バージョン 2.3 で岩元素キャラが今まで以上の活躍をしてくれるのが楽しみです。はい、それらを次はノエルに関するコメントを見ていきましょう。ノエルは最強だぜ。めっちゃ硬いシールド貼って結晶でもシールド貼れて味方に全体回復ができる。極めつけは圧倒的防御力のタンクってところだな。危ない時にノエル出しておけば全体回復できるのが安心と、エールはガチ恋中さんも申しております。まあ、実際シールドキャラ兼パーティー全体を回復できるっていうのは優秀ですね。リオナの場合は単体回復なので、シールド兼全体回復ができるっていうのはノエルだけの強みです。はい、ということでノエルの解説は以上となります。それではお次で最後、トーマについて見ていきましょう。トーマは今回のアンケートでは得票率 18% という結果でした。まあ、個人的には正直このキャラはもう少し評価されてもいいんじゃないかなと思ってます。てか多分今後時間が経てばもっと評価が上がってくるキャラの一人だと予想してます。まあ、そう思う一番の理由としては、トーマは他の星4キャラに比べて結構凸が必要なキャラクターなんですよね。まずこのキャラの性能をざっくりと解説すると、トーマは元素爆発を主軸にシールドを張っていく結構珍しいキャラで、最大シールド耐久値はあのディオナよりも高く、勝利にはギリギリ届かないぐらい非常に強力なシールド耐久値を持ったキャラクターです。ただ代わりに元素爆発の必要元素エネルギーが80と重く、元素スキル元素爆発の回転率もお世辞にもいいとは言えません。なので本来であればシールドキャラにしてはちょっと使いづらい要素が結構多いんですが、それらを全て解決してくれるのが凸効果です。1凸2凸で元素スキル元素爆発のクールタイム短縮や効果時間の延長、そして4凸で必要元素エネルギーの緩和と、とにかく元素爆発を回すために必要な要素が凸をしていくことでどんどん強化されていきます。元素爆発自体のシールド耐久値はもともとかなり高いので、この元素爆発さえ回すことができればトーマはシールドキャラの中でもトップクラスに優秀なキャラクターになります。このようにトーマはとにかく元素爆発が回せるかどうかで評価が大きく変わってくるので、まだ凸ができている人が少ない今の現状では評価が少し低めになってしまっているのかなと思いました。今後新キャラとセットでピックアップされるようなことがあれば、4凸以上できる人も増えて自然と評価も上がってくると思います。あと他の要因としては、まだ実装されて間もないのでトーマ用の生物厳選が終わっている人が少ないっていうのもこの評価が低くなっている理由の一つかもしれませんね。特にこのトーマは生物厳選で元素爆発の回転率もかなり変わってくるので、結構他のキャラよりも生物の依存度が少し高いと思います。なのでトーマに関しては今後に期待って感じですね。結構生物が大切なキャラクターなので、このキャラのおすすめ生物やさらに詳しい解説が見たい人は概要欄に貼ってある全キャラ徹底解説シリーズからトーマの解説を見てみてください。結構こう具体的なビルド画像と一緒に詳しく解説しているので参考にしていただけると幸いです。はい、それではトーマに関するコメントも見ていきましょう。凸を前提にして使うならトーマ、無凸ならディオナ。初めて見た時からメインシールド要因はトーマにしようって決めたんだ。いいですね、キャラ愛を感じます。そしてやっぱりトーマを使うなら凸が欲しいっていうのは原神ユーザーの共通認識でした。今後の再ピックアップに期待しましょう。はい、ということで今回はシールドキャラ3人、リオナ、ノエル、トーマについて解説していきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、パーティーに1人ねシールド役がいるだけでも戦闘がかなり楽になるので、パーティー編成で悩んでる人はぜひ今回の動画を参考にシールド役を入れてみてください。それでは今回の動画が参考になった、面白かったって人はいつも高評価500を目標に動画を作っているので、ぜひ高評価の方よろしくお願いします。あとツイッターの方もやってるので概要欄からフォローしていってくれると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。